じゃあこの1億の物件なんですけれども小川さん的にはありでしょうかなしでしょうか。なしですね。なしですね。この物件を1億出して買うなら他を探します。大家好，我是 Apple Man 的 Leo。今天呢，我想跟大家分享一下，如果要买日本的房地产的话，要看什么地方，要注意什么地方。那我们今天的来宾是日本不动产专业的小川さん。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。那今天这个影片主要内容是，我会跟他建议四个不动产，这些不动产是我随便选的。然后呢，我就是请他判断说，这些不动产啊，如果是他的话，会不会买？还是不会买。那如果要买的话，为什么他会买？那如果不买的话，为什么他不会买？今天影片当中，我希望他能够跟大家解释一下，如果要买日本不动产的时候，要注意什么地方。ということで、本日なんですけれども、はい、4つ不動産、私が準備してきましたので、はい、一つ一つ見ていってですね、はい、小川さんだったらおすすめするか、あるいは買わないかっていうことをお話ししていただければというふうに思います。はい、じゃあ、早速なんですけれども、はいまず1軒目の物件なんですが、はい、最近何かと話題の熊本の不動産、うん、私、はい、持ってきました。こちらですね、はい、トラスト大津ネクサージュっていうところで、私がこの TSMC の工場の場所を調べまして、そこから一番近い最寄り駅のマンションを今回見てきたんですけれども、こちらトラストオーズネクサージュちょっとご覧いただいて、はい、小川さんだったらおすすめしますか、あるいは購入しますかっていうお話なんですけれども。そうです、難しいですけど。難しいですね。はい、じゃあまずこういう資料がネット上にすごい出てると思うんですけれども、まず注意点というか、どこを見ればいいと思います。台湾日本人の方でも日本人でもいいんですけれども、どこをまず見ればいいんですか。はい、そうですね、まあ、多分一番皆さんまず目が行くのは金額ですよね。ですよね、はい、いくらするのか、いくらするのか、はい、まあ、それもすごい大事なんですけど、買ったら絶対にかかるコストってあるんですよね、はい、台湾でもそうだと思うんですけど、一番は例えばじゃ税金はどうなっているのかとか、あとは台湾でも管理人がいると、まあ、管理費ってかかりますよね。で管理費じゃいくらなのっていうのと、多分台湾にはないんですけど修繕積立金、日本のマンションマンションの場合はかかります。修繕積立金とは何でしょうか。日本の分譲マンションというのは、建物全体で建てた時から10年後、20年後、30年後、50年後っていうところの建物の、例えば外装の塗装をやり直しましょうとか、屋上の防水をやり直しましょうとか、廊下とかの床を張り替えましょうとか、配管の取り替えましょうとか、そういうのがもう全部計画されてるんです。なるほど。新築した当時から。なるほど。10年後にはこれします。そうです。5年後これしますとか、はい、はいはいはい。でじゃあこの修繕の金は誰が出すのってなった時に、マンションを買った人たちで分けて割り勘で負担しましょうと言って、その想定の予算も全部出てて、それを個数で割るんですね。なるほど。例えば、はい、50個のマンションだったら50人のオーナーさんでみんなで修繕積立金を割るんですね。割り勘で毎月積み立てましょう。もしも、まあ、50部屋あって50人埋まらなかったら、それって増えるっていうことなんですか。修繕積立金は基本的には増えないです。増えないんですね。もう一個一個決まってて、50個全部オーナーさんがいればいいけど、まあ、例えば40個しか売れてなくて、あと10個はまだ販売中ですっていう時でも、はい、それは別のオーナーさんにじゃあ負担してくださいとかはない、ね、ないんですね。浅いですね、はいはい、ここは見た方がいいですね。あ、今回のこの大津に関して言うと、僕見たんです。ちょっとこのデータ上だと書いてないんですよね。書いてないですね。金額だけ一応4000万って書いてあって、それ以外で僕まずパッとこれ見た時に、管理費と修繕積立金っていくらなんだろうっていうのをまず見た。これが書いてないんですね。じゃあ仮に4000万円のこの熊本の TSMC の工場の近くの物件、修繕積立金ってどれくらいが妥当だと思いますか。4000万円くらいだったら。マンションの場所とかエリアとかに関係なくて、まずマンションの倉庫数が何個かっていうのと、 あとはそのマンションのグレードですねによってだいぶ変わってくるんですよ。なので高級マンションとかだとすごい高いです、修繕積立金って。一概にいくらっていう、いくらが安くていくらが高いっていうのもないんです。ないんですけど、例えば4000万円で修繕積立金が毎月3万も4万もってなっていると、ちょっと怖い、ちょっと高いぞってなります。
ですね。家賃がその多分数万円ぐらいしか取れないのに、うん、修繕積立金が3万も4万も来ていたら結構怖いというか。そう、まずこの物件を買う時の理由として自分で住むのか、例えば TSMC の熊本工場に行くから自分で住むために買うんだっていうパターンと、はい、いやいやもう投資だと、これから TSMC の人が行くから行くからここで家賃稼ごうとなるのか、でも全然見方が変わってきちゃいますね。自分で住むっていう分に関して言うと修繕積立金っていうのは結構大事になってきますか？修繕積立金と管理費は結局自分で払うことになるので、それは自分で納得がいく価格なのかどうかっていうことと、はい、長期修繕計画書というのがあります、はい、必ず。なので気になるんだったらそれを不動産会社さんに要求してください。それでどんな修繕が計画されてるのかっていうのを見て、はい、それで納得するんであればいいと思いますけど、まあ、現時点で修繕積立金とか管理費が書いていないんで判断しにくいと思うんですけれども、小川さんだったらおすすめしますか、この4000万円の。これで僕見た時って4000万円に対して今度大事なのって間取り、部屋の広さと何部屋あるかとかですよね。そこなんですけど、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。はい、まあまあ悪くないんですけど、これ何平米あるんだろう。80平米、広いですか。80平米結構広いですし、まあ、あと2013年築だから築10年ですね。築10年ですね。はっきりちょっと中のあれが見えないんであれですけど、中を見た上で綺麗か綺麗じゃないかとかもそうですけど、これにもしも修繕積立金と管理費みたいなのがそこまでコストがかからないようであれば、そうですね、リビングダイニングが18畳以上ある、結構広い、広いですね、ですね。洋室が2つ、和室が1部屋、3LDK で、うん、まあ間取りもそんなに悪くはないんですけど、よく言うともうちょっと1部屋1部屋が大きければいいなっていう感じはします。もしも TSMC の社員がここに住みますっていう、今後 2,3 年わかんないですけど、うん、まあもっと経つそうですけど、はい、工場勤務でもうどうせなら買いたいっていう場合はもしかしたらありかもしれない、ありかもしれないですね。でこれね、多分投資で家賃稼ごうってなった時はあんまり向かないと思います、はい、それはなぜでしょうか。あんまり家賃取れなそうな熊本の、まあですしね、はい、熊本ですって言ったら、はい、あれですけど、ありました、ありがとうございます。一つ目にご紹介したトラストオーズネクサージュに関しては自分で住む分にはもしかしたらいいかもしれないですけれども、はい、投資としてはあまりおすすめできないですね。じゃあ次、はい、2つ目に行きたいと思います。2つ目なんですけれども、こちらですね、東京の南青山セピアコート、こちらなんですけれども6199万円っていう築年数が結構あるから割と安いって言ったら失礼ですけどそんなに高くないと思うんですけれども、こちらどうでしょうか、はい、得意のエリアですよ得意なエリアですよ、はい、南青山得意なエリア、面白いですね、はい、1979年、築45年ということは結構経ってますね。フルリノベーションですね。あ、お部屋が綺麗だ。外観はもしかしたら古く見えるかもしれないですけれども中はすごく綺麗にということですよね、はい、そうですね。48平米 1LDK、 48平米 1LDK で価格が6199万円で修繕積立金が19350円、1ヶ月ということですね、うん、1ヶ月ですね。管理費が21000ということは19350円にプラスで21000を毎月払わないといけない、ね、そうですね。だから4万円ぐらいですか。4万円ぐらいですね、はい、でプラスそこから払って、で家賃収入があれば家賃をもらうってことですよ ね。これはどうですか、ありですかなしですか。これはありかなしかというとありです。ありですね。ありですね。面白い、良かったですね、はい、僕もあの台湾の方にもう今までいろんな物件、まあ、いろんな方にお話ししてるんですけど、台湾の方が日本の物件探すときにすごい多いのがなるべくその築年数が新しいのがいいと。そう思いますよね、一般常識的には。そりゃそうなんですけど、僕からするとこれっていわゆるフルリノベーション物件って言って部屋の中は新築同様なんですよ。全部壁から床から全部剥がして全部新品に変えてるんですね、部屋の中を。だから言ったらその自分が持つ空間だけはもう新品なんですよ。外観は汚いかもしれない。古いのは建物全体は古いけど、はい、自分が持ってるその部屋はピカピカなわけです、ね、なのでそれはちゃんと見て僕はこれはあり、広さ的にも、うん、まあ悪くないし修繕積立金と管理費も、まあ、4万円ぐらい、まあこのエリアだったらしょうがないのかなっていう感じですね。自分で住む分にも投資としてもいいですかね。そうですね、まあ、自分で住むにも、まあ、1LDK なので、まあ、お一人とかあとはまあカップルで住むパターンでもいいと思いますし、綺麗ですからね、中がもう新築で誰も要するに使ってない状態、
ですから、はい、まあ、そういうのが好きな方はいいと思いますね。場所もいいっていうことですよね。場所もいいですね、はい、すごくいいと思います。これは多分売れちゃうと思いますね。僕、うん、まさかの掘り出し物物件を見つけちゃったっていうことですね、うん、あとは金額の交渉といいなと思った時に、ここに書いてない情報としては、貸した場合に家賃がいくら取れるか、これを計算して、まあ、これも僕今パッとこの場ではこの資料だけでは分かんないんですね、はい、家賃がいくらで貸せるかは。ただ周辺の家賃相場とかそういうのをバーッと僕は調べた上で、大体この物件なら月いくらで家賃取れますよ、この家賃と価格の兼ね合いで利回りって決まりますよね。でそれで利回りが何パーだって、そこが最終ジャッジの判断だと思うんです。なるほど。ということで2件目はありっていうお話でした。じゃあ、はい、次ですね、3つ目なんですけれども、これ高いですよ。グランドヒルズ南青山でして、こちらは1億1億するものなんですけれども、はい、こちらどうでしょうか。1億1800万円に対して管理費が24,000円、修繕済みた時は激安ですね、3610円。これどういうことなんでしょうか。なんでこんなに安いんですかね。築年が2022年1月で築2年。築2年、すっごい新しいですね、はいはい、で多分それもあると思いますし、棟戸数が105戸、結構でかい、大きいですね。意外とその最近建てられてて、その修繕の計画もあるにしても、そこまで修繕しなくてもいいような作りに最初からしてる可能性とか、そうですね、はいはい、ありますね。だからそこをすごく安く見てる。これすごいですね。これめちゃくちゃ安いですよ、はい、修繕積み立て。めちゃ3100って、うん、あの逆に僕買うんだったら、はい、なんでこんな安いのって聞いちゃいますね、この安さは。すごい、あんまりないです、これ。1LDK で、うん、さっきのね、1LDK と比べて、はい、たらあっちは合計4万ぐらいでしたけど、まあ、こっち管理費と合わせても2万8000ぐらいなので、まあ、その分ね1億円はしちゃいますけれども、はい、これはどうでしょうか。まあ、コスト的にはめちゃくちゃ安いです。ありですかね。コストで言ったらありですね。コストで言ったらありですね。コストで言ったらありですね。 1LDK 築2年で、まあ、ピカピカで、多分まだ誰も住んでない新しいマンションだと思います。写真とかあるのかな、まあ、あとは部屋を見て、そうですね、いう感じですね。間取りはどうでしょうか。狭いけど、ちょっと狭い、ね、あーでもこれで1億ですか。その狭くて1億っていうことです、それとも広くて1億。いや狭くて、あ狭くて1億も取るんだ、うん、っていうことですよね、うん、場所がじゃあすごい、場所がめちゃくちゃいいかもしれない。ちょっとこれ場所があの地図がないんで、あった、高木町か。場所はいいところですか。いいですけど、ちょっとうるさい場所かな。ちなみに高速道路脇、先ほどありっておっしゃってた場所は港区青山6丁目8の3、はいですね、これはうるさくないところですかね。あそれもね、ちょっと地図見てみないと何とも言えないんですけど、おそらくこの物件よりはうるさくないとは思いますけどね。あ、はい、これは何でかというと、今見たら首都高速の脇なんですよ。国道と首都高速が走ってるので、そういう意味での車の騒音は結構激しい場所だろうなと思います。で駅からちょっと遠い、この1億の物件は。じゃあこの1億の物件なんですけれども、小川さん的にはありでしょうか、なしでしょうか。なしですね。なしですね。積み立て修繕金でしただけで見たらありですけど、まあ、ありなんですけれども、僕もちょっと狭い、うん、間取り見た瞬間にないなって思いましたね。あ狭い割にこれで1億かと。でしかも場所もそこまで良くなくてっていうことですね、うん、はい、この物件を1億出して買うなら他を探します。あなるほど、これとか先ほどの全然こっちの方がいいと思います。築年数は45年とかですけど、そうでも平米数、部屋の広さもこっちの方が広いですもん。でピカピカですよ。こっちなんか買いたくなってきました。断然買いたくなってきました。部屋の中はほとんどどっちもピカピカじゃないですか、はい、で南青山というアドレスもほぼ一緒だけど、まあ、こっちはただ建物が古いってだけ、こっちは建物が新しいっていうだけで、それだけで4000万の差がある、ある、だったら断然こっちですね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、最後になるんですけども、はい、もう土地勘がおそらくないであろう、はい、福岡、はい、トラスト大堀公園ティアス1億980万円、3LDK なんですけど、まあ、なぜ私が今回福岡を選んだかというとですね、うん、私が福岡に住んでいた。あ、そうなんですね、はい、福岡9年間ぐらいいたので、福岡の土地勘結構あるっていうと、あと今日実はこの後僕テレビの収録があるんですけど、そうなんですね。そこで熊本の不動産ありかみたいな質問される予定なんですよ。おで僕的にはなしなんです、ね、はいはいはい、熊本何もないじゃんみたいな、はい
で僕だったら福岡買うみたいな話をして、うん、今回福岡を。なるほどなるほど。じゃあこちらなんですけれども、はい、ちょっと福岡の土地感ないかもしれませんがどうでしょうか、うん、そんなにないですね。何回かは行ってますけど。福岡っていうと最近福岡市長さんがすごい優秀なので、うん、人口がこう増えてますし、まあ、住みやすいというか、はい、自然もあってコンパクトな都市というか、ね、福岡市の便利ですよね。便利ですよね。台北になんか似てる。ちょっと似てますよね。はい。修繕積立金はおいくら？月8800円。おー、なんか良心的な気がしますね。うん、管理費も9700円。1万円切ってますんで、合計で2万いかないですね。で、地区が2012年なので、11年。うん、11年。はい。3LDK。広いですよね。場所、なんとなくわかります。めちゃめちゃいい場所ですね。ですよね。うん、まあ、僕、福岡の土地勘があるんで。福岡で住みたいというと大堀公園のところの環境ですよね。プロ野球選手とかも結局大堀公園によく住んでたりするんで、うん、地下鉄も近いしアクセスもいいし、まあ、ちょっと行けば繁華街飲み屋街もあってっていう、はい、なんなら徒歩で行けますからね。ですよね、はい、これいい物件ですね。間取りは間取りがないですね。ちょっとちっちゃいな。これは結構いいかも。ありが。ありですね。ありですね。先ほどおっしゃってた修繕積立金と管理費が1万切ってるっていうのはすごいですよね。すごいですね。しかも今勢いがある福岡で、で、アクセスもすごいいい場所で、投資用としても多分結構問題ないですし、自分で住むっていう分にも 3LDK なんで、いいですね。広くて、はい。うん。投資用だと人に貸すってなった時のハードルは若干高いと思うんですね。まあ 3LDK なんで、おそらくご家族向け。限定、まあ、あとは新婚さんでもちょっと 3L だと大きいですよね。ちょっと広すぎますもんね。やっぱ家族向けだと思うので、家族向けの人たちが果たしてそこまでの賃料というか家賃払ってくれるかっていう、そこをどうするかっていうところですよね。なので、まあ、自分で住むにはいいと思いますよ。はい、場所も良くて、場所めちゃくちゃいいですもんね。あとはその価格が1億980万、僕も本当すいません、相場が福岡あんまり、はい、多分高いのを選びました1億を探しました、はい、わざわざ。ただでも今福岡すごい人気あるんで、はい、不動産の価格も上がってるんですよね。台湾人からも福岡って結構人気ありますか？人気あります。あ、それはなぜですか？さっきも言ったように、まず結構台北と雰囲気が似てる。もうそうですね、コンパクトな、コンパクトだし、はい、まあ、空港から中心まで近いし、近い、はいはい、地下鉄も便利だし、はい、飲食店もめちゃくちゃ多いし、はい、違和感がないというか住みやすいですね。そうですね。僕もあの出張ベースでこう、それこそ台北から福岡って日帰りで何回か行ってるんですけど、そのアクセスの良さもすごいいい、うん、しかも2時間ぐらいですよね。そうです。2時間ぐらいで行って福岡空港から天神云々とかってすぐですもんね、はい、すぐなんで20分とか、はい、そういうのはいいと思いますよね。やっぱり本当食事も美味しいし、美味しいですね、はい、それは間違いないですね、はい、じゃあこのトラスト大堀公園ティアス1億980万円は自分で住むっていう場合はお子さんとかがいたらかなりありで、うん、ありですね。でもしも投資目的で買うってなった場合はちょっと、まあ、ターゲットが絞られるんで、うん、検証が必要になります、ね、難しくなってくるっていうところですよね、うん、なしとまでは言わないですけど、ちょっと慎重に調べましょうっていう。ちなみに全然余談なんですけれども、この場所トラスト大堀公園ティアスがある場所なんですけれども、はいはい、僕が住んでいた隣です。そうなんですか？ってさ、僕この隣に住んでまして、で僕が住んでいた場所は 3LDK か 4LDK だったんですけれども、15万円とかでしたね、家賃その当時で。なのでここだともしかしたら20万もするかもしれないですけど、需要はあるとは思います、うん、僕から家族が住んでたぐらいなので、はいはい、これ見た瞬間に、あ、これうちの近くじゃんみたいな、はい、まあ、賃料が取れる賃料がいくらかで逆算して利回りで価格的に投資の魅力があるかどうかっていうのは検証が必要だと思います。自分で住むんであればもう納得のいく価格であればもうそうですね。公立の小学校がすぐ、まあ、歩いて5分のところにあるんですけど小学校はすごいいい小学校で、中学校がちょっとまずい中学校です、ね、なので中学校に行くお子さんがいたら私立に行かないといけない。なるほど、ね、すごい詳しい詳しい、まあ、ということで、はい、以上小川さんにですね、日本の不動産を購入する時の、まあ、注意点とかありかなしかみたいなお話をしていただきました、はい、本日はお時間ありがとうございました、はい、ありがとうございます。